は、さしこちゃんが大好きなケンディです。今回ですね、新年おきましておめでとうございます。今動画撮ってるのは1月1日の10時50分ぐらいですかね。はい、さっきまでね、親戚の家でちょっとね、ご飯食べてて、ちょっとね、もうそんな中もバタバタ今日はしながら、ちょっと動画をカメラ向かって話しています。まあ新年ね、あけまして本当におめでとうございます。今年1年もケンティーチャンネルのこれからも動画投稿頑張っていきたいので、今年もよろしくお願いします。はい、まあちょっとね、2017年になったということで、今回はちょっと お知らせをちょっとしたいなと思います。今まで2016年の間は動画投稿を週に1回っていう形にしてました。で、それをちょっと変えまして、今年から週2回から3回に分けて動画を投稿していきたいと思います。まあ、投稿の内容の概要っていうか、ネタっていう動画のネタっていうのは、まあ48の関係の動画とか、あとは日常で起きたこととか、なんか人にちょっとして役に立つことなどを、ちょっとこれから動画投稿頑張って配信していきたいなと思います。まあね、ちょっとね、まあさっきね、今日ね、全然寝てないんですけど、もう本当寝てなくて、バグっていいじゃんっていう新曲が HKT で披露されました。バグっていいじゃん。センターリノちゃんなんですよ。リノですよ。本当に嬉しいです。リノちゃんですから。バグっていいじゃん。これしかわからないんですけど、バグっていいじゃんは多分変わると思うので、もしよかったらね、そちらの回遊動画見てくださると嬉しいです。まあね、特にね、言うことなんかあったかな。まあね、体調管理には、まあ、寒いのでね、気をつけてやってくださいね。まあ、ちょっと喉で僕やられてるんで、ちょっとね、風邪ひいたのかなと思います。なんで今年1年もね、いろんな動画をね、アップしていきたいと思ってるので、楽しみに皆さん待っていてくださいね。主な活動としては YouTube の活動をメインで頑張っていく感じかなと思います。まあね、今年の目標で、ね、前回の動画で言ったんですけど、まあ今年の2017年の抱負を言いたいと思います。まあ一つ目はね、チャンネル登録者数200人を目指して頑張っていきたいなと思います。まあ200人いったら本当にね、プレゼント企画とかいずれかやりたいですね。本当プレゼント企画とかやってみたいなと思ってます。それはね、頑張るしか方法は多分ないと思うので、頑張っていきたいなと思います。2つ目は全動画視聴回数を2万5000回に突破することですね。今年までね、なかなかハードルきついと思うんですけど、できれば超えたいですね。超えれるようにちょっと少しね、頑張っていきたいと思います。皆さんもしね、こんな動画上げてくださいとか、こういう動画作ってくださいって言われたら、本当遠慮なくやっていきたいなと思うので、もしよかったら楽しみにしていてくださいね。あ、それと僕の動画のあれ協力してくれるって前なんですけど言ってくれたじゃないですか。で、一応決まったっちゃ決まったんですよ。ごめん、本当に申し訳ないんですけど忘れたんですよ、誰がいたかなってね。もしね、俺だよとか私だよとか僕だよとか思った人はコメント欄に書いてくれると嬉しいです。まあそういう人たちにちょっと動画の提供とかネタとかをちょっと一緒に考えて作っていきたいなと思います。このチャンネルはあくまでも個人のチャンネルなんですけど、まあちょっと視聴者さんの協力も少しこれから借りたいなと思って、少しお力をお借りください。まあね、2017年もいい年でありますように。これからもね、ケンティの動画をより編集技術を2016年グレードアップした動画と、あとはたくさんの人に知られる、たくさんの人に分かってもらえる、楽しいとか思ってくれるような動画をこれからね、動画を出していきたいなと思います。まあ48の動画がメインになると思うんですけど、まあ2017年からね、今まで動画はメガネなしだったんですけど、もうメガネをかけて普通にやります。はい、目悪いので、まあ、目をかけてやりたいと思います。でね、次回の動画はね、1月何日だったかな、まあ来週の1月7日か10日か6日か7日かな、の動画ですね。まあ何を動画を上げるかどうかはまだ決めてないんですけど、皆さんこれ上げてくださいと思ったら本当に遠慮なく言ってくれると嬉しいです。今回はですね、今年1年の、よろ
ろしくお願いします動画とちょっとしたお知らせの動画をちょっと言ってみました。皆さんこの動画がねもしよかったら高評価とチャンネル登録してくださると嬉しいです。また次回のケンティのチャンネルでお会いしましょう。ではまた次回会いましょう。バイバーイ。